工夫して、同じことを繰り返すのではなくて、工夫して、いろんなことを工夫してやりなさいということだと思います。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、松下幸之助さん。松下幸之助さんの名言で、失敗すればやり直せばいい。やり直してからダメならもう一度工夫し、もう一度やり直せばいい。ということでですね、松下幸之助さん、プロフィールをお伝えしていきたいと思います。まあ、有名な方ですので。日本の実業家、発明家、叙述家、パナソニック、旧社名、松下電気器具製作所、松下電気製作所、松下電気産業を一代で築き上げた経営者である。異名は経営の神様。その他、PHP 研究所を設立して、倫理教育や出版活動にも乗り出した。さらに、晩年は松下政経塾を立ち上げ、政治家の育成にも意を注いだということでですね。松下幸之助さん、このプロフィール見ただけでもね、一代で今のパナソニック、まあ松下電気製作所ですよね。松下電気。ね、僕の子供の時はいつも松下電気といえば、水戸黄門だとかで、あの一社提供のあの素晴らしい番組を放送されて、さすが幸之助さんだなと。あと、雷門のね、提灯ですか。幸之助さん、素晴らしい方だなと思ってるんですけれども、幸之助さんでさえ、失敗すればやり直せばいいということで、失敗多々あるんですよね。異名は経営の神様。なんか、成功しかされてないような方だなと思ってるんですけれども、それでもね、幸之助さんでさえ、やっぱりいろんな失敗があって、それを乗り越えてやってこられました。体もなんか弱かったらしくてですね。本当ならね、私なんか、まあ、あのマラソン走ったりとか、いろんなところでね、まあ、体力はありますし、力も多分あると思います。幸之助さん、食が細かったと。やっぱ体が弱くて。ね、普通ならそのことが弱い部分なんですけども、それを逆手にとってこう、うまく経営された素晴らしい経営者の方だったと思います。私もすごく尊敬する方のお一人ですし、ね、亡くなってもう30年以上経ってますけれども、幸之助さんと言ったら、ああ、やっぱすごいなと。いつも京阪電車を乗りながらね、パナソニックの前を、角間のパナソニックの前を撮った時にですね、ああ、すごいなと思いながら、自分もあれぐらいの工場とか会社が作れる人間になりたいなと思いながらも、全然、そこまで成長できてないので、どうなったらなるんだろうと思っているときにこの名言です。やっぱり失敗してもやり直して、工夫して、同じことを繰り返すのではなくて、工夫して、いろんなことを工夫してやりなさいということだと思います。うん、自分のね、心にこのことは刻み込んでね、頑張ってやっていきたいと思いますし、まだまだね、この YouTube の動画もまだまだ改善の余地もあります。だからこそ、本当にね、今日のこの名言、刺さるものがあります。頑張ってね、やり直して、より良い動画にしていきたいと思います。本日も一日、よろしくお願いいたします。動画を見ていただき、ありがとうございます。チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。